この俺たちの里をめちゃくちゃにしてくれたな。これこのハマルくん、このハマルくん、いいところに来たんだな。里のピンチを俺たちで救うぞ。これせっかく僕たちあれから逃げてきた。ナルトの兄ちゃんがいない今、里を守るのは俺たちの役目なんだ。なやつ、ナルト兄ちゃんから教わった真実で一発だ。真実？どうせいつものエロ忍術でしょ。違う、確かに俺も最初はエロ忍術かと思ったけど違うんだ。これこの術があれば高いランクの任務だってこなせる。高いランクの任務って何よ。私たちのやるべきことがちゃんとあるでしょ。子供や戦えない人たちを避難させるのか。これ私は C 地区の様子を見てくるわ。僕は E 地区なら俺は B 地区だ。これ逃げ遅れた人がいないか行ってみるんだな。これ誰かいないか。これ誰か助けて。あ、どこだこれ。大丈夫か。しっかりするんだこれ。よくもこんなひどいこと。ありがとう。もう大丈夫だぞこれ。アスマおじちゃんを殺した一味、暁渦巻ナルトはこの里にいるのかいないのか、どっちだ。火の意志とやらか、俺の質問に答えなければ次はない。もう一度聞く。渦巻ナルトはこの里にいるのかいないのか。知らないって言ってんだろ、話せ。そうなら判決を下してやる。前の方は本当に知らなかったようだな。え、なんだよこれ。何もしてないのに左側のおじちゃんが動かなくなった。何したんだあいつ。中人のおじちゃんが何の反撃もできずにやられたのか。これ何かここから逃げなきゃ。やばい、やべえ、見つかっちゃったのかこれ。好き勝手やってくれたようですね。あなたのような下道は私が決して許しませんぞ。今のうちに逃げるのです、このハマル君。この程度で私はやられはしませんぞ。何としてもこのハマル君の逃げる時間を稼がなくては。渦巻ナルトはこの里にいるのかいないのか、知っているならどちらかはっきり答えろ。渦巻ナルトは知っているようだな、なら居場所を言え。私はこう見えてもエリート教師でしてね。ナルト君は木ノ葉の仲間です。あなたたち暁に何も教えるつもりはありません。そうか、なら兄ちゃん、どうやらここまでのようですね。死ね。俺が相手だ。これこのハマル君、どうして逃げなかったのです。あなたはいずれ火影にもなられる器を持っている。こんなところで命を粗末にしてはなりません。そんな道の先にナルト兄ちゃんはいねえから。
渦巻ナルトはこの里にいるのかいないのか、どちらだ。そうか、捕まるとこいつが見えるのか。ああ、答えろ。いつの能力、だんだん分かってきたぞ。そんなの知らねえよ、これ。そうか、なら判決は影分身。チャクラの回転、威力、とどめるを極めた超高等忍術ラケンガン。いつの間にこんな。里の名を授かったサルトビ一族の下人、姓はサルトビ、名はこのハマル。覚えとけこれ。